皆さん、こんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログはですね、とんでもない提案というテーマでお届けいたします。私はですね、今から約30年ぐらい前、まだですね、20歳ぐらいの時でしたかね、実は音楽をやっている同じバンドのメンバーとですね、ちょっとしたビジネスを立ち上げたことがあります。そのビジネスとはですね、当時、パソコンですね、NEC の98とかっていうですね、パソコンが、ちょっとしたブームになってまして、そのパソコンをですね、購入して、あとはですね、グラフィックのソフトがあったんですね。Z's スタッフっていう。ソフトウェアだったんですけども、そのグラフィックデザインのソフトを購入して、あとは、スキャナーとですね、カラープリンターを購入しました。総額代で100万円程度だったんですけども、それを使ってですね、ちょっと広告代理店の真似事でもやってみようかというですね、20歳のですね、若者が考えることなので、そんなにね、大したことではなかったんですけども、それでも当時100万円を投じてですね、そういう機材を揃えて、友達2人と私と合計3人でですね、ビジネスを立ち上げました。一応、屋号はつけました。ホットスタッフっていうですね、屋号はつけ、ホットハウス、ごめんなさいね、ホットハウスというですね、屋号をつけて始めたんですけども、実は我々3人はですね、それまで、会社員、っていうかね、そういうのをやったことがなかったわけですね。いわゆる仕事っていうのを、アルバイト以外にやったことがない連中が3人集まってたわけです。で、当然ですね、営業など知りません。どうやって仕事を取ってくるかもわかんないわけですね。その仲間の一人がですね、東京の八王子に住んでいるやつがいまして、彼はネクタイ屋さんのですね、息子だったんですね。ネクタイ屋さんといってもメーカーです、ネクタイの。だから製造しているんですけども、で、彼が、俺が営業やってくると言い始めたわけです。で、ネクタイ屋なんでね、このネクタイは家に行けばいっぱいあるので、ワイシャツとネクタイでスーツを買ってですね、彼はビジネスバッグを購入しまして、営業を行くようになったわけですね。でもなかなかですね、20歳のですね、若者が飛び込み営業をやったところで、なかなかね、その広告の仕事を取ってこようとしたんですけども、なかなか取れません。当たり前です。それで彼もね、いろいろ考えたんでしょうね。実は近所に蕎麦屋ができるってわけですよ。で、その蕎麦屋に、営業したいっていうことなんですね。狙いはですね、当然、オープンすればですね、新聞の折り込みチラシを入れるだろうという狙いがあったんですね。で、今、ちょうどそこの店舗を作ってるので、今のうちに営業に行って、なんとかその新聞折り組みチラシの仕事を取ってくる。で、そのためにはどうしたらいいかなんですけど、何もないっていうわけにいかないですよね。とりあえず名刺は作ったんですけど、名刺一丁じゃちょっと無理だと。そこでもう事前に、まだ店の名前わかんないけども、事前にチラシの叩き台を作って、そこのお店に持って行って見せる。っていうわけですね。そうすれば結構、受注はもしかしたらできるんではないかなというですね、非常に甘い考えだったんですけども、それで、作りました。私とですね、もう一人いるんですけども、その彼とですね、なんとなく想像しまして、蕎麦屋のね、オープンのチラシを、作ったわけですね。それで、カラープリンターでこう出してですね、サイズは B4 だったと思うんですけども、何月何日オープンとか入れてね、なんかそばのイメージとかいろいろ入れまして、ね、作りました。で、先ほどの営業をやってる彼がそのチラシを持って、その今店舗を作ってるところに営業に行ったんですけども、ちょっとやっぱりですね、ダメでした。さすがにですね、そんなことをちょっと思い出す出来事が実はあったんですね。それがですね、先日メール、全然知らないとこからメールが来たんですけども、なんか、ネクタイ屋さんからだったんですね。それでそのメールをちょっと開けてみたら、飛び込みっていうか、いわゆる迷惑メールですよね。こんなものが、実はね、入ってたんですね。オリジナルのネクタイを作ってるね、京都の会社からだったんですけども、ぜひ、御社でもオリジナルのネクタイを作りませんかって、じゃーん、こんなんです。見えますかね。こんな画像が添付されてたんですね。これね、うちのリンケージっていうですね、まあ、上手にこうロゴをですね、取ってネクタイに行って、なんか東京オリンピックなんか招致の時使ったネクタイのデザインだとかなんか書いてあったような気がするんですけども、で、こうロゴがうまく入ってると。まあ今はですね、パソコンがあるんで、まあこんなことも簡単にできますけども、まあなんとなくこれを見たとき、あ、一瞬ですね、ちょっと心が動いたんですね。あれ、ネクタイ作ってみようかなと。まあただ、ここのですね、サイトに行きましたら、1本このネクタイを作るのにですね、15,000円ぐらいかかるんですね。で、ちょっとそれで断念しましたけど、僕の心が動いたのだけは確かです。なので、まあ、ちょっとね、パソコンを使うとですね、今こんなデザインの感じだったら、ちょいとですね、すぐ、パーソナルなこう対応したデザインなんかも、提案できるので、まあ、こういう営業もありかなとですね、思った次第です。まあ、このような営業もですね、もしできるような業種であれば、皆さんもやってみてはいかがかなと思いました。今日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。このようにですね、チャンネル登録のですね、バナーがあると思うんで、ぜひここをクリックしてですね、チャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。よろしくお願いします。